年末になって久しぶりに自分の部屋の片付けに取り掛かろうとしてるんですけれどそこにあるいろいろなものにいちいち興味を示してしまってなかなか先に進めません皆さんはどうでしょうかね狭い部屋なんですけれどもごちゃごちゃ荷物がいろいろあったりいろんなものがこうまあ結構乱雑に置いてあったりして、えー、片付けているつもりでいろんなものにこう手が届いてですね 小さな、本当に小さなカメラの充電器が数年ぶりに見つかったりして、じゃあこれ繋いでみよう。また使えるかなとか、そんなことをやったりですね。それから、ある器具のために、こう、その器具の特別な、こう充、充電に使う特別なコードがあったりするんですけど、そういうのが、こそっとこう出てきてですね。まあ問題なのはあれですよね。こう、欲しいと思うときにそれが見つからない。 なんでこんな時に出てくるのってあの時あんなに必要だったのにっていうようなことが多かったりするわけですね。で、そうこうしてる間にしばらく見ていなかったキンドルがもう全然あの充電されてないので、充電して、充電が終わったらちょっとですね、と映るかなとかってこうチェックしながら、えー、そこに入ってる本をちょっとつらつらと読み始めたりですね。うん、そうこうしてる間にメールをチェックしたら、原稿の依頼を受けていたある えー、小さな書物があるんですけどそこから原稿の構成依頼が届いていてそれをこうね書き直さなければいけなかったりとかそうこうしてる間に Zoom による講演会の打ち合わせの時間が迫ってしまったとかまあねいわゆるオフィスを持たない私にとって自分の部屋というのは結局のところ活動部屋なんですよね人にお見せすることができないほどの乱雑ですけれどもでもやっぱり か活動部屋になっちゃってるんですね。そんなわけで、片付けは一向に進まない。で一向に進むということがあるとしても、それは単なる物が移動されただけのことであって、なかなか引っ越しの、じゃなくて、片付けの完成っていうのはないですね。新年に持ち越しという感じになってしまいます。しかも、そういう雑多な小物に加えて、本棚の片付けはいつになっても進まないですね本。本ばかりはどん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 増えていくんですけどね。 その上自分のこう、ね、体についてしまった脂肪の片付けも進めないといけないなとか食べ過ぎてはいけないなとかそんなことを思ってちょっと外に出てこようと思ったりねなんか落ち着かない日々が <laughs> 続きそうなんですよねあの今日からとても寒くなるというふうに言われておりますがまあそもそもこういう時期になって片付けを考えるというのは間違ってるんでしょうね普段からもっと あのも,っとも,もともと置いてあったところにちゃんと戻すということができていさえすれば全く当てることなくこういう作業というのは進むんだと思いますけどねまあ反省をしながらまた新しい年に突入していくのだと思いますしかしどうぞ皆さんお元気にお過ごしくださいねあのこういうふうに時間をとってゆっくり話ができればこのえー めぐみの深呼吸もね、続けられるんですけども、何か朝7時半までに出かけなければいけないとか、えー、そういうふうなことがあったりすると、なかなか落ち着いて、こういうふうにね、喋れなくてですね、申し訳ないなと思ってるんですけれども、まあ今日は久しぶりにお話しすることができてよかったです。どうぞ皆さんお元気でお過ごしください。それじゃあまた。